新型コロナウイルス感染症から広し直した人が、再び陽性判定を受けるという事例がどんどん増えている。前日の1日だけで9人の感知者が新型コロナの診断検査で再び陽性判定を受け、感染者として分類された。このように再陽性判定を受けた感染者はいつの間にか133人に達した。 全体の採用性者の,のうちでは20代が多いが、年齢代別の採用性率は80歳以上の高齢者と9歳以下の小児で特に高いという結果が出た。若い人々より免疫力が低い高齢者と小児で採用性の比率が高いと現れている。今日韓国の疾病管理本部の中央貿易対策本部によると、 この日の0時基準で韓国内の採用性物数は前日より9人増加した133人と集計された。現在、採用性物の,の発生原因は明らかにはなっていないが、ウイルスの再活性化に重きが置かれている。貿易当局は採用性の原因を明らかにするために年齢別で採用性物の,の事例を調査分析中である。 韓国四世大学の診断検査医学科の教授は、去る9日に中央貿易対策本部の定例会見で、体の中にごく微量のウイルスが残っている場合、感知判定を受けた後、ある要因によって再活性化され再陽性判定を受ける可能性があると説明した。この教授は続けて、新型コロナを弱く感染してそのまま治ると、 免疫がつかない可能性があると付け加えた。